真珠寺は、兵庫県西宮市鉱山町にある神門・総お室派の別格本山の寺院。鉱山の山麓にあり、通称鉱山大師と呼ばれる。震災国三十三箇所、第二十一番札所。寺号の真珠寺は、神を呪う、という意味ではなく、鉱山を神の山とする信仰があり、この寺を神の寺としたことによるという。なお、真珠とは、呪文。 マントラ、神言と、ほぼ同義で、普通の神の言葉という意味がある。解散当時の名称は、マニーさん、真珠寺であり、関王寺という別称もあったようである。鎌倉時代末期の禅僧、古刊試練の原稿釈書、尿意二伝に、真珠寺の回帰について載っている。それによると、真珠寺は、第53代、淳和天皇の第四日が開いたとする。 一方、帝王変年期には、淳羅天皇皇后の政子内親王が天朝4年に、立花の子向、三原春城の二人に命じて、新言宗の陣を作らせたとする。皇太子時代の淳羅天皇は無国に従い、四天皇寺創建に伴って、聖徳太子が回帰した京都庁法寺にいて、丹後国余り助軍公、河村の娘と出会い、これを第四日に迎えた。 甲賀では、小萩という妖名が伝わり、この小萩イコールマナイ御前をモデルとした小萩観音を末する寺院がある。古代、単語国は、中央氏族とは別系統の氏族の勢力圏であり、大王家に大使公費を出す氏族であった。このアマリスケ軍の娘、小萩は、草壁氏の系統である、可能性が高い。現行釈書によれば、 純那天皇第四日真内御前イコール如意には、如意林観音への信仰が厚く、念願であった出家を行うために、天朝五年に密かに宮中を抜け、頂き法事で修行をし、その後今の西宮浜の浜南宮から、広田神社、その神奈美山である鉱山へと入っていった。この時、日は、空海の協力を仰ぎ、これより、満三年間、 真珠寺にて修行を行ったという。天朝7年に空海は、本尊として、山頂の巨大な桜の木を、火の体の大きさに刻んで、如意イ観音像を作ったという。この如意イ観音像を本尊として、天朝8年10月18日に、本堂は、落景した。同日、火は空海より偵発を受けて聡明を如意にとした。 ニョイにが出家する以前の名前は、新意語前と称されていた。この時、ニョイにと一緒に出家した二人の二、ジョイチとニョエンは、和気清マロの孫娘であった。空海は、海人系の士族の出身だったと言われる。天長元年、空海は、雨乞い争いで火の水、江浦島子の箱を借り受けて勝ちを得たという。また、真珠寺の鎮珠は、弁済天であるが、 原稿尺書18巻にも登場する。この神とは、六甲山系全体を所領とする、広田神社祭神、道坂木玄魂天祖向き津姫またの、名世織津姫のことであり、水を支配する神でもあり、水運に関係のあるものは、古来より信仰を深めてきた。鎌倉時代初期に、源の頼朝が再興する。境内の近くには、 源の頼朝の墓と伝えられている石塔がある。戦国時代には陛下にかかって荒廃した。現在の本堂は、江戸時代の再建である。当初の寺寮は、純な天皇より150長部の鬼神があり合わせて250長部となったが、現在は、境内地の20長部となった。三号は、向山、六号山のことであったが、光源山となおが、現在の、 高山に変更している。新珠寺の住所は、上記の通り高山町であるが、これとは別に寺の南東約3キロメートル離れた地、東海道新幹線と、阪急今津線の交差点付近に、新珠町という地名が存在する。この地名はこの寺が中世に一時的に移転したことを、示しているとも言われている。新樹寺の本尊、如遺林観世音菩薩座像は、 河内国、関心寺、山和国、室宇寺の女遺林、観音像とともに、日本三女遺林、観音の一つとされている。家業繁栄、商売繁盛のご利益があるとされ、秘物となっている。有頭山、有頭観音とも称されている。5月18日に有頭観音大祭があり、本尊の回避がある。大師堂に祀られている、工房大指像は、 大使58歳の姿で、薬除け大使として信仰されている。また、鉱山大使と称されている。ありがとうございます。